まあ見てる人たちも非常にスペクタクルなね、激しい、気持ちの入ったゲームを見せれたんじゃないかなと思ってますので、まあ、やっててもね楽しかったですし、見ている方にも届いたんじゃないかなと思ってます。今日の試合に入るにあたってですね、大槻監督からより自分たちの良さを出すためにはですね、ミラーゲームを自分たちで挑んでいこうと、チーム戦術のもと個人がいかに良さを発揮できるところっていうのはしっかりね対面となる選手を潰すこと、それを今日は徹底してやることっていうのがね、うちの今日のテーマでもありましたので、まあ、個人的には自分の守備でもそうですし、攻撃のところでもね力はね発揮できたかなと思ってます。はい、短い時間ではあったと思うんですけども、非常に濃い時間をね、みんなで共有できたと思ってます。素晴らしい結果も出せましたし、まあ、これだけね短いスパンの中でも監督のやりたいことっていうのを選手がしっかり汲み取ってですね、グラウンド上でしっかりと体現する、それを結果に移し出す、そういうね監督と選手そして一致団結した中でね、しっかりとした浦和レッズというチームがねまた一つまとまったんじゃないかなと思ってますんで、まあ、新しい監督がね、決まりましたし、また新たな一歩を踏み出すためにもう一度一つずつ勝ってですね、本来いるべき順位に自分たちを戻せるように頑張ります。はい、まあ、相手もね、まあ、恩師となるミハイル・ペトロヴィッチ監督いましたし、ベンチにはね暫定といっても僕たちのしっかりとした監督、大槻監督、そして次期監督がね上で見てましたんで、非常に面白い見応えある映画ねあったかなと思ってます。キャンプで札幌と対戦した時よりもはるかに、戦術度浸透してましたし、札幌の選手のね個人個人のクオリティも非常に高いものがありましたんで、また次アウェーで対戦する時はね非常に楽しみな気持ちいっぱいです。置かれている状況をしっかりと理解した上で個人のパフォーマンス、コンディションを上げていかないといけないと思ってますので、まあ、西野監督もハリル・ホジッチ監督とね一緒にやってた時もしっかりと対応してますし、個人個人のキャラクター理解してると思ってますので、僕自身はねしっかりとこのチームでコンディションを上げて、今日みたいにねアグレッシブなプレー、そしてゼロに抑える自分の仕事を全うできればなと思ってます。